演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちら、本日はちら、木川さんとの名称のルーキープレミアムルイボスティーを飲みたいと思います。なんでもルイボスティーにもいろいろとランクがあるみたいですね。で、これはその中でも最上級という人らしい。ということは、これまで飲んでいた他のルイボスティーとはまた味が違うのでしょうか。これは期待が持てますね。で、中身は、はい、ティーパックですね。さすがにこのままで飲むことはできませんので、で、今から入れてきます。入れ終わりました。じゃあ、ここに注いでみましょう。シンプルですけど鮮やかになる。これぞ紅茶っていう感じの色ですね。では、いつも時間がありそうなので警戒しつつなんですけど、飲んでみます。この味と香り、高級の名は伊達ではありません。そのまま飲んでも紅茶としてのいい香りを口の中で存分に広げてくれますね。やっぱり最高級だと違うんでしょうか。効能も期待できそうな、そんな味です。甘いものとかとよく合いそうですね。自分にぴったりだもん。で、あとこういう風な入れ方とか、このティガールイボスティーについての資料、あと他の商品や、飲まれた方のお便りなんかも書いていますね。そしてこれは歴史のようです。このティガール、こういう歴史あるのってなんかいいですね。それをお手軽に味わっていつかどうか、ちょっと夢を感じてしまいますね。というわけで、こちらの点数としてはこちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。